ところで将軍パート26、やっていきましょう。前回、ダンスを慰めて、BOS クエストも、いよいよ佳境です。で、今何をしているのかといえば、キャッスル奪還クエストを、全然出してこない、クソったれなしかに、お仕置きしているところです。テイキングインデペンデンス、これを正常にクリアしないと、次のオールドガンも、正常にクリアできないのです。クエスト強制クリアの、例のホロテープを使っても、ガビスケのバグには、勝てませんでした。ということなので、ミニッツメンは放置して、BOS クエスト、進めようと思います。大鹿さんよ、じっくり反省するんだな。尻の電動カッターは、ちょっと大きくしておくから。キャッスルに関する何かを思い出すまで、そこにいなさい。さて、ところ変わりまして、インスティチュート。全自動オッサン製造機を眺めながら、派閥クエストについてお話ししましょう。現在、メインストーリーのクエストは、マスフュージョンで止まっています。これを、インスでやるか、BOS でやるかで、敵対する勢力が、一つ決まります。インスティチュートには、もう目星いものが残っていないので、今回は BOS にします。その場合、インス側とほぼ同じ内容の、スポイルズ・オブ・ボーが発生し、これをクリアすることで、次のクエストに進めます。しかし、スポイルズ・オブ・ボーを始めるにあたり、タクティカル・シンキングが間に挟まります。レールロードをぶっ潰さないと、次に進めないため、クエストの攻略順を工夫して、タクティカル・シンキングを発生させないようにして、スポイルズに突入させる、そんなテクニックがあるそうな。レールロードには特に恨みがないので、今回は滅ぼさずにクリアするつもりです。いずれにせよ、まずはマスフュージョンの詳細を聞いておきましょう。これを聞かないことには、BOS に通報する選択肢が出てきません。ふらふら徘徊して、居場所がわかりにくいおばさんから、ブリーフィングを受けるぞ。オスアリーさん。役員総会以来ですね。アリー、忙しそうですね。ですが、もっと忙しくなりますよ。あなたがこの作戦を指揮すると聞かされました。最近の出来事でスケジュールが狂ってしまいました。その結果、リアクターを稼働させるのが最優先となりました。稼働を始めているのは、実は昨日の予定でした。少々近道をせざるを得ません。気乗りはしませんが、戦前の技術を頼ることになるでしょう。マスフュージョン施設に向かい、ベリリウム攪拌機を入手してきてください。ベリリウム攪拌機って何？細かいことは言ってもわからないでしょう。あしからず。要はリアクターの能力を向上させ、予定より早く稼働させられるということです。あなたは私を守ってください。攪拌機の心配は私がします。それはいい。来てもらえて嬉しいわ。私は無事に帰ってこれることの方が嬉しいです。地上に出るのは好きじゃないんです。他に選択肢がなければ仕方ないですけど、最も選択肢はあっという間になくなってしまいましたけど。さらにプレッシャーをかけるつもりじゃないんですけど、急がねばなりません。噂によると BOS がその一帯を借り回っているそうです。攪拌機を先に入手させるわけにはいきません。中継局に向かってください。そこで落ち合いましょう。これで、インスティチュートに来た時の、最初のテレポート部屋に行けば、BOS 敵対ルート。普通にファストトラベルして、BOS に通報すれば、インス敵対ルートなわけですね。レールロードが完全に蚊帳の外ですが、大したものを持っていませんし、大義も特にないですから、仕方ないね。じゃ、プリブエンにて、科学者の悪巧みを、密告していきましょう。しかし、タクティカルシンキングが発生中なので、本来はそちらが優先され、密告できるようになるのは、それをクリアしてから。つまり、レールロードを潰してから、になってしまいます。キャプテンと話をして、何をするか聞いてしまうと、それだけでレールロードと敵対してしまうため、例のホロテープで、会話前に、強制クリアさせます。レールロード、考え方はぶっ飛んでますけど、基本的にいい人ばかりなんですよね。そんな彼らを泣き者にするのはあまりにひどいので、スキップしますぞ。スキップとはいえ、コンプリートで処理する方が問題は少なそうです。ともかくこれで BOS ルートでレールロード生存のまま進められますね。とにかくもっと重要なことのために先に進む必要があるの。リバティプライムを生命維持装置から外すような、フリデュエンのエンジンを通して彼に電力を送ってきたけど、核融合炉をコールドスタートするには電力が足りないわ。そういうわけでベリリウム攪拌機を見つけてもらう必要があるわ。きっとどこに行けば見つかるかは分かっているはず。もちろん分かってるわ。私はこの見た目のおかげで機体整備長になったわけじゃないの。
クインランがマスフュージョンについての情報を入手した。そこは世界が終わる前は電力設備の会社だったの。 CEO はある種の発明家で、原子力のおもちゃのようなものを考案していたの。核反旗は彼の重要事業だったの。記録によると、金融街にある高層ビルの最上階にあるラボでその研究をしていたようね。私たちが向かうのはそこよ。私も同行するけど、別にいいわよね。インスティチュートへの反逆の支援を拒否できるような地位にいるなんて思ってはいけない。一緒に来てくれたら助かる。分かってくれてありがとう。ケルズがベルチバードを待機させてるわ。我々をマスフュージョンタワーの屋上に降ろすためにね。必要な装備があれば何でも持って、フライトデッキで会いましょう。だけど時間をかけすぎないで。インスティチュートがそこで核反旗を見つけ出したら、我々から奪うために何でもするでしょう。ということで、このゲーム最大の難所、マスフュージョンビルに向かいますぞ。何が難しいか後でお話しするとして、まずは準備。多くの敵と戦うことになるので、強めの武器が欲しいところ。前回から加わった、フュージョンガンと一緒に、エイリアンライフルも、持っていくことに。この武器、ヌカコーラクアンタムを燃料に、使うことができるんですよね。一本あたり、300発分で、しかも重量はゼロ。これは使うしかねえな。クアンタムは、キッチンで兵器化させられます。16本もあったので、弾切れの心配はないでしょう。出来上がりがこちら。ショットガン風に改造して、威力は260ほどです。弾はばらけますし、反動もなかなか大きいですが、てんこ盛りの弾と、5つ隙間を与えぬ、連射性能で、ゴリ押すもんね。エイム力が哀れな私に、ぴったりな武器じゃないか。フュージョンガンは、そこまでばらけないので、中距離から遠距離では、こちらで処理。一応、人造人間が相手になりそうなので、何でもヤノトムスペシャルを、持ってきました。インスティチュート勢力に対して、特攻ダメージですが、弾が全然ないです。出番があるかどうか微妙な、二軍選手ですね。じゃ、こんな感じで、いざマスフュージョン。ベルチバードに乗り込みましたら、インストは敵対関係になります。息子よ、インスティチュートに正義はない。BOS にも正義はないが、リバティプライムがかっこいいから、こっちに着くぞ。ロジャー、スカバードだ。ベルチバードには、仲間も同乗してくれます。ニック、市長、キュリー3人が、乗っていますけど、見づらいですね。こんな状況で飛ぶのは慣れていないわ。キュリーちゃんが落ちそうなんですけど、大丈夫か心配になってきます。ともあれ、これでビルの屋上まで、優雅な空の旅です。嘘です。ここからが本当の地獄です。フォールアウト4、最大の敵と、これから戦うことになります。くっそ重い都市部に、ベルチバードで乗り込む。モッドはてんこ盛り、仲間3人を引き連れて、もはやお察しレベルのスーパーバトルが目に見えないところで始まっているわけです。オブジェや影の描画距離を圧縮してゲームを軽くしてはいますが、それ以上に読み込むデータ量が多く、常にクラッシュとの戦いです。この辺から徐々にクラッシュの気配が漂い出します。さあ、正面に見えてきた黒の屋上のビル、あれが目的地です。頑張れ頑張れ、できるできる、絶対できる、頑張れ、もっとやれるってやれる気持ちの問題だ。頑張れ頑張れ、そこだ、そこで諦めるな、絶対に頑張れ、積極的。おのれベセスダー、絶対に許さんぞー。都市部の重さの原因として、解像度の高いテクスチャーで、ビル群を読み込んでいるから、とかなんとか。オプティマイズドバニラテクスチャーで、読み込みデータ多すぎー、に関するクラッシュは、減るのかもしれません。もっとも、緑化モッドなど、他のテクスチャーモッドを入れていたら、上書きされますから。入れているモッドによっては、効果が限定的になると思います。さて、プレイ中の私、考えました。フォールアウト4の仕様では、画面外のオブジェは、存在こそしますが、描画は手抜き状態になります。故に、オブジェが少なめの、海の方を眺めることで、負担軽減を図ろうというわけです。そして、少しでもフレームレートが落ちたら、メニュー画面を呼び出して、処理を一時中断。気休めですが、順番待ちしているであろう処理を、じっくり待ちます。これを繰り返し、どうにかビルまで、行ってやろうじゃないの。急
キュリーちゃんと水平線を眺められるので、絵面は綺麗ですね。どうやら無事、屋上にたどり着けたようです。ここまで読み込みが終われば、さすがにクラッシュは起きないでしょう。さて、クエスト攻略のお時間です。ビルに着くなり、人造人間が、一斉攻撃してきます。ミニガンである程度倒せば、パイロットが着陸してくれますが、そんな器用なこと、できるわけないんだよなぁ。ガバガバエイムのツケが、回ってきた今日この頃。ベセスダは、私のようなポンコツ車種のため、ところどころに、爆発するタンクを、設置してくれています。米粒みたいな人造人間が、狙えないよ不永遠という方は、動かないタンクの方を、撃つのがよろしいでしょう。だいたい3周くらいで、型がつきましたね。白いゴキブリは、まだまだ湧き出てくるので、着地してからも、気を抜けません。ミニガンにこだわることもないので、さっさと降りるのが賢明です。あとは、見えている連中を処理すれば、屋上は我らのもの。ビームクローを食らうがよい。豆鉄砲などあんまり痛くはないわ。そうい？屋上の掃除が終われば、エレベーターにて、低階層へ。いつぞやの、トリニティタワー同様、シューティングゲームが始まります。言うまでもなく、的は私です。次々現れる敵が、私たちをおちょくってきますので、歯ぎしりをしながら、敵の頭を撃ち抜く妄想をして、気を沈めましょう。何でも矢のトムスペシャル、その実力やいかに。伝説パトローラーを、ヘッドショットで一撃。命中させるには、まぐれと偶然が必要なので、トムはカバンの中へ。クアンタムのトリガーハッピーの方が、私の性分に合っているようです。私の命中精度の悪さを、銃の命中精度の悪さでカバーするのです。思うんですけど、エレベーターに直接テレポートしてきたら、いいんじゃないでしょうか。いや、その前に、ピンを抜いたプラズマグレネードあたりを、転送させたらどうなんでしょう。何事？うん？エレベーターへの電力を切られているわ。随分アナログな作戦ですね。運河のごとく群がってきますので、イングラム姉さんに任せて、適当な小部屋に引きこもるのも、ありだと思います。クアンタムライフル、強すぎー。撃っていて楽しい武器ですね。これはお気に入りまっしぐら。あ、エレベーターを再起動するのね。爆破されたというのに、ブレーカー一つ上げるだけで、復活する謎のエレベーター。インスティチュートがズボラなのか、マッシュージョンビルがすごいのか。多分両方でしょうね。ところでこのビルには、なかなかレアな防具が二つ、隠されています。先ほどのエレベーター爆破事件のフロアにて、ジェットパックを駆使してひたすら登っていくと、ユニークの足防具が2つ手に入ります。通常プレイではパワーアーマーのジェットパックを使うのですが、今回はナノスーツのそれで代用。ひたすら上に登ると上に横穴が見えます。目的の部屋はあの場所よりさらに高い場所にあります。壁の出っ張りを乗り継いで、さらにぬかコーラクアンタムなど、アクションポイントが回復するアイテムを、ガブ飲みして、ようやくたどり着ける高みです。今回は、バレットタイムを駆使して、ふわーっと登ることに。時の流れ 4% だと、落下に転じるまでの間、長時間上昇し続けられるという、現象が稀に発生します。ここが中間部屋。フュージョンコアが一つあるだけです。サバイバルだと、クアンタムを飲んでも、アクションポイントが即時回復しないんですけど、どうやって取るのが、正規なんでしょうか。ここじゃな。ここは、会社から忘れられた、インターン大学生のオフィスです。高いところから落ちても、へっちゃらなブーツを作ってやるぞ。そう意気込んでいたのはいいのですが、核戦争でビルが半壊し、ドアが開かなくなりました。じゃあ自作のブーツを履いて、壁の穴から飛び降りよう、ともいかず。C4
しまっておいた金庫が開けられず、オフィスで餓死してしまいましたとさ。フリーフォールアーマー。両足を同時に装備することで、落下ダメージを完全に無効化してくれます。元のグラフィックはコンバットアーマーですね。じゃ早速装備。ここまで苦労して登った分、降りる快感はたまらんです。でもちょっと怖い。そい？あふん？完璧な着地ですね。もっとも、バニラにも普通に、落下ダメージ軽減レジェンダリーがあるので、無理して取ることはないですが、あると嬉しい、便利装備です。じゃ、一番のお宝を取りましたので、さっさとベリリウム攪拌機を、取りに行きましょう。結局、地上まで降りてきちゃったんですけど、なんで屋上から攻める必要があったんですか？謎の多いクエストですが、細けえ答えいいんだよ、というベセスダのゴリ押しスタイルが、遺憾なく発揮されていますね。一応、ロビーを見下ろす銅像の上に、アホ面がいるので、拾っておきます。見るからにヤバそうですが、ガラスの向こう側にあるのが、実験用の原子炉です。そこでは放射能レベルが危険なまでに高いの。放射能防護が必要なら知らせて。ここから全てを監視する間、彼らのインターコムシステムではあるけど、あなたと話をしてみましょう。問答無用で、私が取りに行くそうです。エアロックを循環中、お待ちください。除染シーケンスを開始します。放射能に無敵の、ハンコックさん、代わりに言ってくれませんかね。除染完了、お進みください。さて。さあ始まりました第1回マスフュージョンマラソンベリリウムカップ。実況解説は私ゆっくりがお送りいたします。このエリアは甚大な放射能漏れが発生しており、生身の状態ではものの1分であの世行き、チルドレンオブアトム大喜びのエリアです。おっと私選手、放射能対策をしてくるのをすっかり忘れていた模様。その場しのぎのラット X で、放射能耐性に産毛を生やす作戦だ。しかし早い、早すぎる、体力ゲージが猛烈な勢いで赤く染まっていく。レッドチャイニーズも真っ青な勢いで、抜け毛が止まらない。各半期登場のあまりの遅さに、見かねた私選手、ラットアウェイをガグノにして、必死の延命だ。赤ゲージが徐々に短くなる中、失われた体力は戻らず、著しい脱水状態。おーこら早く出てこいやと、心の中で10回以上繰り返した私選手、念願の攪拌機を引っこ抜き、足早に立ち去ります。私選手、マスフュージョンマラソンを制し、瀕死のゴールだ。優勝者には、申し訳程度の除染措置と、戦闘用ロボットと戦う権利が与えられます。大会名物、なかなか締めてもらえない嫌がらせゲート、さすがの私選手もこれには参っている模様。大会運営の非人道的な取り計らいに、私選手、余裕のステーキです。そして持ち込んでいたリフレッシュドリンクで、大会の疲れを癒す、癒しんぼ魔人の登場だ。これで形勢は逆転、運営の嫌がらせに、私選手余裕の表情です。あ、普通にボタンをしてないだけでした。お待ちください。ふう、大変でしたが、なんとかなりましたね。優勝賞品の、攪拌機ももらったことですし。くだらないポンコツどもをスクラップにして、さっさと帰りましょう。お出ましになるのは、セントリーボットに、アサルトロン。プロテクトロン少々です。イングラム姉さんにお任せすれば、どうとでもなりますが。ブラスターを試したいお年頃なので、キャッパーしていきますぜ。セントリーボットの瞬殺とは、たまげたな。エイリアンブラスター、見た目だけでなく、性能も伴っているので、花丸をあげましょう。いつぞや苦労した、アサルトロンだって、朝飯前ですね。朝飯前ですけど、軽いパニックは起こします。じゃ脱出。インスティチュートが援軍を送ったに違いないわ。我々の多くは、ここから軽やかに出ていくだろう。彼らを撃退するのを助けましょう。きっと攪拌機を手に入れて、ここから出られるはずよ。地上に戻ると、インスティチュートの連中が、抗議のロビー活動を開始します。割とポンポンスポーンしますが、BOS の方が強いので、もう全部、任せちゃってもいいでしょう。ああ、でもついつい、撃ちたくなっちゃうんです。ほら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 。ゆっくりクアンタムを浴びていってね。この感覚は病みつきになりそうです。何より、しっかり狙わなくても当たるというのが、素晴らしいですな。増援は、打ち止めみたいです。この程度の物量とは、インスティチュートも、意外と大したことないな。
これでビルを出れば、任務完了です。最難関のクエストが、無事に終わったようで、ほっと一息。各半期のデリバリーは、また今度にしましょう。で、インスティチュートと敵対すると、ミニッツメンクエストも、ちょっとは進むようで。さすがのガビスケも、このお仕置きで、反省したようです。おうおう、少しはやる気になったか？何があっても味方だ。決まった。インスティチュートは敵ね。その日が来ると分かってたよ。では、これから奴らにどうやって立ち向かうかを考えようか。なんとなく、この画像を思い出しました。特に深い意味はないですけど。今のところ、攻撃を仕掛けるには兵が足りないわ。そうだな。仮に兵力が十分でも、インスティチュートと戦うのはまだ無理だ。あんたが手に入れたデータをスタージェスが活用してくれることを祈ろう。スタージェスが仕事をしてる間、こっちは戦力の補強に集中しよう。中途半端はダメだ。次に攻撃を仕掛けるときは、全てを終わらせるつもりでやらなければ。実は、今すぐやってほしいことがある。お？ミニッツメンが頼りになることをみんなに知ってもらわなければ。クソが、また無限クエストか。これは困りましたね。これは次回の宿題にします。とりあえず、今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。